スタートしました。ほぼ揃いました。まずスタンド前、先行争いは内からタップダンスシーが行きます。タップダンスシー、そしてザッツザプレンティ早め2番手、あとはアクティブバイオ、さらにはアンジュガブリエル、内には4番フィールズオブマター、そしてイズリントンが前から6番手のところ、アナマリー、シンボリクリス S は中段グループ、その外にジョーハーがぴったりつけています。あとサラファン、さらにはデノンが追走、1コーナーを迎えます。そして外を回ってサンライズペガサス、あるいはネオユニバース、後方によります。内に入ってスルーバレー、後方から4番手にはタイガーテイル、サクラプレジデントがいて、あとは後ろから2投目ダービーレグの最後方鶴丸ボーイとなりまして、各馬1コーナーをカーブしていきました。先頭は1番タップダンスシティ、堂々と先頭でリードを4馬身から5馬身、2番手にはザッツザプレンティで2コーナーをカーブして向こう上面へ、あとは3馬身差アクティブバイオ3番手、そして4番手には4番フィールズオブマターがつけております。さらにはアンジュガブリエル、そしてイズリントン、外はジョハー、そして中段グループ固まってスルーバレー、シンボリクリステスは中段の前、サラファンがマークしています。そのうちには6番のアナマリーが追走して3コーナーへ向かいます。あと中段に2番のデノンが追走しております。さらにはネオユニバースは中段のやや後ろ2馬身差ありまして、サンライズペガサス、さらにはタイガーテイル、後ろから3番手には鶴丸ボーイ、桜プレジデント貯めています。最後方はダービーレグの各馬、これから第3コーナーを向かいますが、先頭はタップダンスチー、リードを広げた、リードを10馬身で残り 1000m を通過。2番手には10番のザッツザプレンティがつけて、あとは3番手にはアクティブバイオ、そして7枠の2頭外を回ってイズリントンが今4番手に上がります。スルーバレーがいて、あと押している4番フィールズオブマター、 3,4 コーナー中間です。そして外を回りましてアンジュガブリエル、その外にはシンボリクリステス、まだ中段に控えております。さあ第4コーナーをこれから向かいます。逃げているタップダンスシチー、リードがなくなってきた、5馬身ほど 600m を通過。第4コーナーをカーブしていよいよ直線コースに向かってまいります。タップダンスシー先頭です。リードが4馬身から5馬身、ザッツザプレンティが2番手、そして3番手には追い込んでくる、これが11番アクティブバイオ、坂を上がってくる、あとはどうか、追い込んできた2番のデノン、そしてシンボリクリステスはまだ中段グループ。先頭は逃げるタップダンスシー、リードが3馬身から4馬身、デノンが追い込んでくる、あるいはネオユニバース、ザッツアプレンティ、さらには懸命に追い込んでるシンボリクリステス、ちょっと伸びはないぞ、 200m を通過した。先頭はタップダンスシー、そしてザッツアプレンティが2番手か、ネオユニバース内から3番手、そしてようやく追い込んできたシンボリクリステス、しかし逃げ切ったタップダンスシー、ゴールイン。タップダンスシティ、広い府中を一人旅。